んのご飯ってさ、すごい最近というか、まあ今までで一番評判の良かった猫ちゃんのご飯もこれでさ、三つ橋グルメ、国産天然マグロ 100% 使用って書いてあるこのご飯も猫ちゃんにすごい評判が良くて、あの、まあ、1日2回ご飯あげてて、朝はこれ、まあ夜って夕方は別のものなんですけど、これほんと食べきっちゃうんですよね。結構ご飯残しがちなんで、あのこれもともとちょっと小さい、容量が少ない 40g だと思うんですけども、少なくて残しにくいだろうっていうことでもともと買ってきたんです。すごい美味しいらしくて、ペロッと食べちゃうんで、ここにさ 5% 増量って書いてあるんだよ。もともとさ小さくて残さないからってさ、これ買ってきたのにさ 5% 増量って、メーカーにしてみればサービスのつもりなんだろうけど、これなんかあんまり嬉しくないような、よく狙いが分かんないような、増やされてもなんか困るかなっていうのはちょっとあるんですよね。でチュールがでかいでしょ。とにかくチュールはさ、どこんちの猫もとにかく喜んで食べるんですけど、あれの容量大きくて、うちだとまた別のメーカーの、あの本当に半分ぐらいしかない、半分より少ないかもしれないけど、あのちっちゃいやつ残しちゃう、ごめん、チュールだと食べてるの、あれなんであんなでかい容量にしたのかちょっとよくわかんないですけど、よく食べますけどね、まあ残しちゃうともったいないんでちっちゃいのあげてますけど、なんかポンチュールっていうのがあって、またポンチュールがね、なんかこう容器にあんまりめったに売ってないんだけど、容器に入ってて、ちょうどプチンプリンみたいにポコってこうお皿にこうポコって乗せると可愛くこう盛れるみたいな、超可愛いんだよ。なんかいいことがあったっていうか、ご褒美の時にこれをほらお父さんにご褒美でってこうあげるってことにしようと思って、そうポコってこうお皿にさプチプリポコって置いたんだけどさ、奥さんがさうちの子はあのあんまり塊とか食えなくて、こうやってちゃんとほぐしてあげてねっていうのを言うから、しょうがないから棒でこうやってほぐしてさで例えて言うならさ、俺がプチプリン食おうと思って皿の上プリンプリンってやったらさ、それをお前をちゃんととろけるプリン見てほぐしとけみたいな、せっかく持ったプチンプリンこれ棒でほぐしてるみたいな、すごいなんか釈然としない不条理感みたいな、せっかくにゃんちゃんにあげたのにと思ってさ、だからあポンチュールっていうか、まあ珍しいご飯割と喜んで食うし食べるし、割と秋っぽい方ではあるんですけど、ポンチュールはすごい評判良かったんで、今日のまとめはこの、三つ星グルメの国産天然マグロとポンチュールはうちの子に評判がいいっていうのが、これは今日のまとめ。